きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ネクストブレイク選手を見極めろ予算5億円チーム。これはもうね、はい、最終勝負になりますけども、はい、まあ、このね企画は、うん、ネクストブレイク選手を見極めろっていうところで、はい、24歳以下の選手たちで予算は5億円の中で年俸の上がり幅、うん、だからネクストブレイクの選手を見極めれるかどうかが勝負っていうところで、はい、袴田さんも俺も予算5億円あるのに2億円前後しか使ってないあのどう頑張っても5億いかないっていういかないいかない。しかもあのね、うん、あの前回と同様にその10億円選手、はい、12球団12ポジション選手で選んだ選手は選べないっていうね、はい、中での選手なんで、はい、もうほぼほぼ選んでるからね。そうなんですよ。で24歳以下だとほぼほぼ選んでるからなかなかいないところでね、はい、でも今年この選手出てくるんちゃうかっていうね、うん、先見の目の勝負です、うん、まあ、なんかもう希望というかね、うん、活躍してくれたらいいなっていう感じの。そうそうそう、だからもうね分かんない。はい、全然分かんないです、うん、でさあじゃあ、はい、見ていきましょう。先発佐々木チームはね、ピッチャーは、はい、大勢投手。おお、ありがとうございます。これちょっと上がってるんじゃないですか。ありがとうございます。はい、1号から1号ーだからな。1億か、1600万から、はい、大勢投手、うん、5700万。おーい、いやこのネクストブレイクでその幅は大きい。このやっぱルーキーでジャイアンツで活躍はやっぱ上がり幅半端ないね。いくらプラスですか。プラス4100万。うわ大きいな。これはでかいよ。大きいですね。高間さん、宮城でも宮城でかいんちゃう。宮城もどのくらい上がってんだろう。宮城投手、はい、5000万から、はい、8000万。おお、でもまあまあね、はい、うんうん、で俺リリーフ、はい、俺シューズ上げで復活してくると思ったんだけど、うん、種市、はいはい、大選手、うん、2200万から、うん、はい、1800万。あ、400万ダウン、400万ダウン、うん、はい。で浜田さん、堀、堀投手、日本ハム、はい、6000万から、うん、5500万。ああ、今年ちょっとあんまりね、よくなんか、だからね、はい、だから心はやっぱ下がってる選手も出てくるよ、はい、だって1軍に絶対保証ある選手ばっかりじゃないからね。1軍にいない選手の方が多いぐらいですからね、うん、で俺抑えに日本根本が来てるから。根本よかったよな。どうなんどうなん、1000万ぐらいになってんの。520万から、うん、1300万。おお、十分十分十分ですよ。いやもう、はい、このネクストブレイク選手は1000万買ってたらすごいよね。もう大きい、うん、なんならプラスになってくれたらもう半杯。袴田さん、はい、大江、うん、ジャイアンツ、わー、2800万から、はい、2310万円。刻むね、ジャイアンツも90万だ。 10万ってどうしたんですか。わー、はい、キャッチャー、はい、俺は DeNA の山本、うん、あ、出場少なかったよな、はい、去年。山本選手、1300万から、うん、現状維持です。まあまあまあ、現状維持十分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 。高間、ね、さん、安田、ルーキー、出だし良かったからね、はい、でもそんな下がってないんちゃう。下がりはしないですよね、1100万から、はい、現状維持です。まあ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 ね、ダウンよりは、うん、そう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 、まあ、ルーキーですから。で、ファースト、はい、安田来て、安田頑張ったよ。頑張ってますね。だからまあ3000万から5500万ぐらいになってんちゃう。安田選手、3000万から4200万です。うわ、でもまあ1000万円幅は大きいですね。そんな上がってないね、うん、高間さん、郡、郡選手、日本ハム、はい、800万から、はい、880万。うわ、まあまあまあ、でも上がってるからね、うん、で、セカンドは、はい、太田亮、はい、来ると思ったけどな。うん、こちら、1600万から1700万。あ、まあ、プラス100万、まあまあ、十分十分十分。高間さん、黒川、黒川選手、どうなったの、はい、どうなったの。780万から、うん、現状時間、まあまあまあ、現状、まあまあまあ、で、サード2番も野村、ジェームス怪我するからな。いい活躍してたよ、元気な時は。でもプラスじゃないですか、野村選手は。野村選手、2000万から、うん、3300万。おお、1300万。じゃあ浜さん、石川、はい、怪我しちゃってね。怪我したから出てないからな。石川選手、はい、1100万から、はい、1500万です。おお、400。でも400プラスか、よかったよかった。お、ショート日本ハム水野、はい、水野選手、ルーキー、900万から、うん、ジョイジです。あ、上川畑だったな。そうですね。あ、うん、俺は水野が来ると思ってたけど、うん、袴さん、森圭斗、はい、おー、勝ってんじゃん。1350万から
2000万です。おお、ってことは650プラス、まあまあ。で、レフト、はい、ネオ、ネオ選手どうだったの？ピッチャーになったけどね、途中からピッチャーになっちゃったけどね、はい、ネオ、はい、ネオ選手1300万から1850万。おお、まあまあまあ十分十分十分。550万、まあいいじゃないですか。箱場さん、若林、うん、わ、出てきたけどね、そう、怪我復帰したけど、うんうん、若林選手1400万から1220万。うわ、ダメだ。180万。はい。まあでも頑張ってほしいね。いい選手だけにね。本当そうです。で、センター、はい、和田康士郎。お、でも、なんかあんまり走れてないんだよ。あ、そうなんですか。去年は盗塁王から伸ばしきれないんで。確かに盗塁王取ったけど、去年は。去年あんまそんな光るとこなかったのよ、やっぱり。あ、そうなんだ。うん、延長が復帰して、うん、出るとこが出せなくなっちゃってね。そっか、勢い乗ってね。うん、いくらですか、和田選手。1800万から現状維持。現状維持。箱間さん、糸端、はい、こっちも怪我じゃん、はい、そうですね、最後出てきたけどね、うん、糸端選手、はい、1150万から、うん、1050万、100万だ。私ちょっとダウン多いな。ライト秋広、出てきへんかったな出てきへんかった全然、はい、秋広選手600万から、はい、630万。あ、プラス30。ジャイアンツはね、2軍査定っていうのがあるんだよ。へぇ、そうそうそう、2軍でも頑張ったら上がるっていう、うん、はい、箱間さん、来た、はい、出てこなかったね。出てこなかったです、期待してたんですけど、うん、北選手、うん、800万から、はい、現状維持です。さあ、最後 DH、 DH 井上、阪神、出てけへんかったな、うん、じゃあ720万から現状維持です。高松さん、渡辺、広島、あ、西武、はい、出てこなかったな、はい、いや、出て、俺らまず、うん、出てくると思って選んでるからね。そうそう、まずは1軍ぐらいいるだろうっていう、そうそう、年俸上がるとか上がらないの前に、うん、出てくると思って選んでるから、出てきてダメだったらまた頑張ってほしいなって思うんですけど、うん、出てこなかったらね。そうなんですよ、うん、そうですね、うん、そっかっていうね、はい、1600万から、はい、1200万。結構でかいね、400万。400万だもん、しちゃった、私マイナスかな、それはないか、じゃあ、佐々木チームは、はい、佐々木チーム、はい、結構上がってるんじゃない。1億9770万から2億4730万、うん、じゃあ約5000万、約プラス7660万です。おお、でもすごい。2億4930万ね、700、そしたら4000何部だよな、アッププラス7660万です。当てます、ね、そこ当てます、うんうん、あ、そっか、これ糸が、糸のやつだもんね。はい、次は、うん、はい、2億3880万から、私ダウンしてない、2億6340万で、はい、プラス2460万。わー、2勝1敗で佐々木の勝ちです。あれ、ちょっとね、そういうルールでしたっけ。そうだよ、あれ、あの3つを、うん、あのこう全部どんだけプラスで上がったかじゃないんですか。2勝1敗とかじゃなくて、3回勝負とかじゃなくて、3回勝負っす。いや、あのプラス総額いくら上がったかとかじゃないですか。いやいや、もうこ あのネクストブレイク選手そんな上がらないから。はい、で1本目の最初と2本目とトータルだったら私勝ったなと思う。1個ずつだよね。いや、よくわかんないけど、はい、2本目、3本目は負けました。よかったですね。いや、でもちょっと納得できんわ。1本目がやばすぎる一番自由に選べるやつ一番自由に選べるやつダメで制限かかったやつの方が幅広いですからね。でもネクストはそれは俺の方が見てるからアドバンテージ高いわけよどう考えてもね。だから本当に袴田さんよりもネクストのつまで袴田さんもそんな終わりきられへんやん。それを見極めれなかったら俺も終わりなわけでもさ、ここはアバタバってやっぱ一番最初の大惨敗は接戦とかじゃないじゃん。ちょっとあれは今まで結構接戦だったのよ、負けでも。そうなんですよ、大半やん。もうだってあのサード終わったぐらいからもう消化ゲームよ地獄の俺もただ読み上げてるだけだもん。どう勝つことないことを、うん、ギブアップよあれ本当、うん、途中で
まあね、はい、皆さんも答えは1年後ですからね、はい、皆さんがやったやつをね、うん、僕とか墓場さんに勝ってるかどうか ね、はい、まあ、僕には勝ってると思いますよ、うんうん、真面目なく、はい、一番最初の10億円のやつとかはね、結構私と佐藤さんが選んでない選手で選びましたっていうことも、ね、あるね、うん、結構ね、だからそれもね、皆さんやってもらって、うん、どうかをね、はい、コメント欄にね寄せてもらって、また今年もね、はい、開幕前に、うん、いや本当3連敗はあかんぞ他のやつはね、新たに今年から1回目で考えたやつやから、初めてやってみた結果も面白かったけど、フリーのやつでほぼほぼダウンってあかんぞ。ちょっとね、すごかったですね、あれはね。すごすぎる。はい、見てない方はね、1本目の動画見てください、ぜひ。それあかんっすよ。今年は頑張ります。はい。